これもあの金属色がちょっと入ってるんですけれども赤です。でこちらがっていうんですかね、ガンメタルに近い、シルバーです。実際のところ、ツヤツヤではないんですよ。ツヤツヤっていうかツヤ光沢があるわけじゃなくて、むしろあの光沢を抑えているというか、そこら辺にはちょっとあのギラギラ感のないこうシックな感じ、まあ、漆もどちらかというとこう光沢はありながらもこう抑えているような、何かね、本当に黒いっていうような感じのイメージがあると思いますけど、それとはちょっとあの何ですかね、被るというかイメージとしてはあのうまく表現できたかなっていう、やっぱ漆のイメージっていうのは持ってるかなっていう気はしますね。木製でありながら、まあ、陶器または金属に見えるような外観、エクステリアというかそんな感じですか、ね、で、まあ、木製品で耐久力をつける、まあ、やり方をこういろいろ試行錯誤して今にたどり着いたっていう形です。基本的にさっき言ったように食器洗浄機に耐えられるように下地処理をして、それから塗ってるのはウレタン塗料です。中 の、 あの生地も見えているところも全部ウレタン塗料の、まあ、艶消しで塗ってるような形で、木目を生かしているような感じですね、うん。